はい、皆さんおはようございます。和道です。今日は2019年1月の11日朝の7時50分です。ロードワーク6日目です。よろしくお願いします。練習いきますか。いきましょう。げんちゃんさん、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。Wi-Fi 切り替えないと。ちょっと待って。げんちゃんさん、ゆかろ8でした。 W キツネ枠はね、誰がね書いてるかわからないのがミソだからね。げんちゃんだったんだ。じゃあ行きましょう。音声と映像問題なければ教えてください。電波ある。なお、トミーヨーソング問題ありません。久しぶり。ボンさん、おはよう。おはよう、ボン。あー、いい天気だな。あー、今日はいい天気だ。ランニング日和だ。前回何分だったっけな。37分か。前回37分でした。今日はどれくらいでいけるか。マリルボーンさん、5キロって慣れると平気になるん？いや、まだね、あのフルで走れてない。まあ、まだフルで走れてない。ゆっくり体力戻してる。途中歩いたり止まったりしてる。狼さん、初見です。沖縄出身と聞いたんですけど、当たってますか？いや、僕沖縄出身ではないですよ。お疲れ様です。あの、僕の母方が沖縄だったんですよ。僕は生まれはこっちです。関東ですね。ばあちゃんとか母方系があの沖縄ですね。はい、おはよう、お疲れ。だからハーフかな、沖縄の。誰から聞いたんだろう。ボンさん、延長係だけど今金欠だからいつもよりアイテム少なけど頑張ります。わら、うん、投げられる時、投げられる量でいいから。そう、本当はみんなが投げないといけないんだよ。あの30分に1回バーガー1個全員が投げるとか、ボンに負担させすぎだよね。ありがとう。延長代はみんなでよろしくお願いします。それがね、サービスを受け取るってそういうことだからね。ボンさん、ワドさん、優しい、ありがとう。金魚姫さん、これから出勤なのでロムってます。はいはい、頑張ってください。頑張ります。じゃあ5分から走り始めます。タイムキーパー誰がやって。ボンさん、おはよう。5分からスタートね。走り始め5分からなんで、そっからあのカウントしていってください。何分経過って。暇な人はね、1分経過とか。5分からスタートです。だから6分になったら1分経過。金魚姫さん、おはよう。タイムキーパーよろしく。誰でもいいよ。一人じゃなくていいし、手空いてる人タイムキーパーよろしく。さあ、今日はどれくらいでいけるかね。日によって体調も違うからね。頑張ろう。いい天気だよ今日は。天気は最高。よし、20秒後いきます。左がちょっと突っ張ってるな、左足が。でも膝も痛くなんだ。ボンさん、タイムキーパーダメかも。わらわらわら。
ね。ありがとう。
タイムキーパーできる人お願いします。5分から走り始めたんで8分経過、9分経過って、今8分経過です。だからタイムキーパーやってくれるとありがたいです。5分スタートです。入れていいです。ありがとう。
遅いね。おー、ひどい。ハーフです。19分30秒か。今日遅いわ。バラ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 。
然としました。本さんいいねを10個プレゼントしました。なおトミーオソング風船を49個プレゼントしました。本さん風船を10個プレゼントしました。本さんバーガーを2個プレゼントしました。本さんハートをプレゼントしました。お願いします。刻みでお願いします。1分刻みでお願いします。
間間違えたわらわらわら。今日のタイム34分、3分更新ですね。34分ジャスト。なんだろう、前半2分遅れたんだけど風かな。後半まくったね。3分更新しました。お疲れ様です。もうありがとうね。信号込み、高低差込み、風あり、34分。計算っていうか1分経ったら1分経過っていうだけだから計算必要ないよ。今表示されてる時間に5分引くだけだから、1分経ったら1分経過っていうだけ、5分引きゃいい。ありがとうね、ボン、助かったよ。ありがとう。後半スパートは細かくやってもらえるとありがたいけど、まだ1分単位で全然いいよ。おはよう。助かったわ、もうありがとうね。お疲れ、もう。よし、今日風が強かったのは前半苦しかったな。信号長かったっつうかね、前半何回か足止めたんだよね。それがちょっともったいなかった。もう1分ぐらい削れたね。1分2分削れた。でもまあ後半あんまり止まんなかったから、まあ34分、まあまあまあタイムは短くなってるんで、前回は3分更新してるから後半の追い上げ良かったんじゃないかな。まあ目標ね、今月中に30分切りたいね。それが目標かな。うん、3分、前回が多分37分だったの。徐々に良くなっては来てるね。
30分切りたいね。疲れた。健一星さんはどつ、おはよう。おはよう。何言ってんのか分かんねえよ。いいよ、言わせといていいよ。あんなヘナチョコに負けねえから。ディスらすときゃいいじゃん。ほっといていいよ。余裕。いいよ、言わせといていいよ。負けねえから、おめえみたいな雑魚に。太陽エヴァンゲリオンっぽいよね。てて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 てカズンさんが絶対勝たせる言って、宝和田さん頑張って。いや、カズンさん敵側だよ。あ、雅を絶対勝たせるって言ってたの。うざ。うぜえな。
猫の目さん、うん、和道頑張って。はいよ。ちょっとうぜえな、それは。スパーリングはやってた。スパーリングはまだか。ミッドだろうな。ミッドと基礎練だろうな。まずはまだ早いもんね。多分コンビネーションの確認とかやってるんだろうな。くももんさんは、どさんおはよう。おはよう。くももおはよう。今日ダンボール。ガード硬いから、もう俺も対策、相手が考えそうなこと考えてるから大丈夫だよ。多分なんだけど、相手ボディ狙ってくると思う。させねえよ。クモモンさん、ミヤビさんがカズさんに負けたらカズさんのせいだとプレッシャー与えてましたよ。ダッサ。力で戦えよね。戦うのはカズさんじゃなくておめえだろうっていう。まあいいんじゃない。もうカズさんと関わることないだろうし。人のせいにして種わら。だっせえな。いいんじゃないの。俺らは俺らでやろうぜ。やることやろう。マイペースに。クモモンさん見てたんだ W。 あれカズさんも偉いもの引き受けたって顔してたよね W。 偉いもの引き受けたって。はいっす。ただいま。疲れた。お疲れ。どれ見てみるか。誰の枠でやってたの。誰の枠でやってた。
タルくんかな、ふわっち、みやび、見てみようか。あれタイムシフト残してないの、ダッサ、タイムシフト残してねえわ、ダッサ。ヒカルくん見てみるか。ヒカル、ポンさんだったね、わらわらわら、ダッセ。ビビってるな、相手ブルってるよ、みんな。クモモンさん、宮城枠でしてましたね、練習後の食事会で話してました。いや、タイムシフト消してる相手、ダセーな、ひたすらビビってるよ。ポンさん、カズウンさん曰く、体の力を抜いて腰を左右に振ってその動きでパンチを打つだって言ってた。あー、フックの打ち方だ、フックだね、なるほど。振ってっつうか腰の回転でしょ、多分基礎的なフックの打ち方を教えてんだな。フック系だろうね、多分俺もそうだろうなと思ったけど、ボンさん腰の回転、そうそうそう、ショートレンジで多分もうガチガチの打ち合いになること想定してるんだね。うん、まあさすがカズさんだよね、もう勝負の展開もう先見てるね、フック系で来るんだね多分ね。なるほど、やっぱあ、でも、うん、そうなるだろうなと思ってたから、やっぱ俺はアッパーだね、うん、カウンターのアッパーだ、うん、いやいや、だんだん読めてきたね、分かってる分かってる、大丈夫、想定の範囲内、大丈夫大丈夫。麦ちゃんさん、お前らでなんでガチガチになんだよ、わら。玄ちゃんさん、ロードワークお疲れ様です。お疲れ様。ポンさん、見たいてよかった。ポンさん、KP、KP ありがとう。プレゼントしました。アイテムありがとうね、ボン。ありがとう。ポンさん、KP、10個プレゼントしました。ありがとう。ポンさん、いいねを10個プレゼントしました。ポンさん、風船を10個プレゼントしました。あやさん、いいねを3個プレゼントしました。ありがとう。ポンさん、バーガーを2個プレゼントしました。ポンさん、ハートをプレゼントしました。あやさん、おはようございます。おはよう。
やさん今日もかっこよい。なんかの冷やかし。何もない。くももんさんアイテムのメガホンって何かあるんですか。何にもない、何にもない、ただ投げた気になるだけのアイテム。何にもなんない。買った以外のアイテムは何にもならないって覚えとくといいよ。なんかカゾナムンシー投げると喜ぶアイテムだね、うん、何にもならないっす。なんか応援してる気になるアイテムだね。無課金勢だ。クモモンさんそうなんですね、から貯めたのに無意味だった、うん、全く意味ないよ。モンさん、カズウンさんが雅のパンチなかなか重いって言ってたよ。雅さん重いよ、パンチ。雅さん重い重い。ヒカルくんはツイキャスでやってたのかな、ふわっちでやってた。どっちか分かる人いる？ヒカルくんの練習どっちでやってたか。カズウンさんの枠でやってたよ。カズウンさんの枠でやってた。ありがとう。カズウンさん、カズウンさん、フック系だね、やっぱり。いいパンチ打ってるね。いいパンチ打ってるね。これファイトスタイルだいぶ強制されるな。綺麗になるね、相手が動きが変わるだろうな。多分今までの雅だと思わない方がいいね。
やっぱボクシングが綺麗になる。やっぱアッパーだな。ヘッドスリップ教えて、インファイト教えてるね。インファイターだな。フック主体で来るだろうな。フックいいね。フックいいね。フックの回転いいよ。3メガホンは解放のとこで投げよわら。なんか解放あれだってね、もうなんだっけ、ステッチくんだっけ、もういなくなったらしいね。前かがみになる癖があるんだな、やっぱ。猫の目さん、スタンプ君ながら。スタンプ君か。重心がぶれるから、ストレート打ってきた時はチャンスだな。ボールさん、スナップ君に失礼な行為をしたからいなくなったね。あ、そうなんだ。ストレートの時に軸足がぶれる癖があるから、ストレートの時遠くから被弾、遠くから避けてダックしてアッパーかフック入れたら結構いいと思うね。右ストレートにぶれる癖があるの。だからその時に小突いて左フックバチンって入れちゃえば多分いいと思うから、ダッキングの練習した方がいいね。
シャドーボクシングやるか。ちょっと体クールダウンしたからシャドーやろうか。シャドーやり行こう。行くぞ。シャドーボクシング枠だ。ボンさん怖いのが体重差だね。体重差やっぱパワーあるね。俺よりパンチ重いと思うよ多分。体重が70何キロって言ったかな。スピードだねこっちは。でフックのコンビネーションは速い。フックあれ警戒しないとまずいね。だからガードをしっかり上げるっていうことと、ガードをしっかり上げるっていうことと、あとストレート系の軸足ぶれた時に バチンとカウンター入れられるようにしないと。そこが勝負どころかな。よっしゃ行くか。ボンさんピーカブーだね。ピーカブーは鉄則。覚えてきたね。ボンもピーカブーとか分かるようになってきたんだ。輪島海さんすいません、みやびだけにはぜひ勝ってください。頑張ります。二宮たかちゃんさんおはようございます。おはようたかちゃん。よいしょ。ボンさん、うん、わらわらわら。覚えてきたね。捨て頃通になってきたね、だんだん。ちょっと30分シャドウやりましょう。対策が相手のね技術上がってるね。で爆発的に上がると思う多分本番には。まあ、俺もカズさんに教わったから分かるんだよ、うまいの教えるのは。だから多分弱点攻略してくるね、ボクシングスタイルに。キックスタイルからボクシングに多分改良してくるはずだから、こっち側のスキルも上げないと。頑張りましょう。マジでジム探さねえと、トレーナーとジム探さねえとやべえぞこれ。映像と音声問題ないかな。これくらい、相手の身長どれくらい、これくらいか。星さんいいねを15個プレゼントしました。
全然腰回ってるよ。大丈夫だよ。多分フォームは相手より綺麗だと思います、ストレートは。ショープログThank you.
体がなまっておりますな。知らない、誰だか。誰？閉めてるし、ガードもしっかりしてるね。どうもです。首がバクンバクン言ってる。首の血管がバクンバクンバクンって。いいね、格闘技面白いね。最高。思い出すな。季節が来たね。キルアさん、あと右足のつま先、野球みたいに地面を蹴るように。つま先ちゃんと回転させてるよ。引きだから見えてない。あ、寄りだから見えてない。引きでやろうか。回転させてる、させてる。これもう去年日高さんに徹底して教わったんで。いいよね、ボクシングは楽しいよね。あと半年か。楽しみだね。格闘技最後、これで終わり。
ボディで倒したいね。リバーブローで。キルアサーバと肩の力を抜いてインパクトの瞬間だけねじ込むように爆発させて。どうして覚えたいんだよな。しようかなと思ってんだよね。日高さんからねじろって言われたんだけど、これの方が打ちやすいんだよね。ねじり込めって言われたんだけど、ぐっとこうの方が俺は打ちやすいんだよね。うんって巻き込むみたいな。どう思う？正式にはねじ込むらしいの。要はこうを見せるらしいんだけど、俺はこっちの方がハンマーみたいにグンって行く方が好きなんだよね。グンって。どっちがいいと思う？かこうか。このままグンって行くか、このままグンってねじ込むか。右ストレートはこっちまで返してんだけど、手首ね、手首。フックは腰の回転と肘で打つように。ちょっとタイミングが遅れんだよね。拳を下側っていうか手を返すかどうか。こっちなんだやっぱ。肩に力が入りますね。こっちなんだ。強制するか。こうか。こうか。こういうことね。ちょっと打ちづれえな、やっぱ。まあでも肘が鋭角になるよね、こっちの方が。もっとね、日高さん上からこう落とし込めって言われたんだよね。こういう、こういう、こういうイメージで打てって。横じゃなくて、少しショッピングライト気味にグッて。その方が顎に効くって。多分ね、近いからだと思うんだ。押し切ってるよ、ちゃんと入れてるよ。正面からだと分かりづらいけどね、背中見せてるよ、ちゃんと。本三振り下ろす方がダメージが入りそう。振り下ろす方が入りやすいんだって。ガードの隙間をこう入る。ドレさんは直角にって教わったけど、日高さんは若干肘上げ目ぐらいのイメージ。グンって。その方が軌道がこう斜めに入る。こういう。で、日高さんの試合何回か見たけど、やっぱフック綺麗なんだよね。ガンって入れてる。ショッピングライト気味っていうか。ポンさん、その方がいい。でもね、スマッシュも入れたいんだよね。
できる朝インパクトの瞬間だけ拳に力を集中させて、タイミング、本産系 B を10個プレゼントしました。本産いいねを10個プレゼントしました。本産風船を10個プレゼントしました。本産バーガーを2個プレゼントしました。アイテムありがとう、サンキュー。しました。モンサンバーガーをプレゼントしました。ありがとう。キルアサンメガホンをプレゼントしました。あら、爽やかだな、こんな天気のいい日にスポーツですよ。なんだよね、全部モロバレなんだよね。そこが最大の、今さらファイトスタイル変える気にもなんないし、技を 2,3 個パターン増やさないとなっていうのが課題なんだよね。デンプシーロール出す、一回も使ってないけど、デンプシーロールで仕留めたらかっこいいよね。髪の切ろうかな、そろそろ伸びてきた。マリルムーンさん、昨日宮城さんに教えてたけど、バドさんがこう来るからこうとか教えててたわ。まあそうでしょう、全部パターン見抜かれてるから超不利だよ。ムーンさんだよね。
メイウェザーで行く。危ねえよ。ノーガードだからね、ほぼ。超危ないよ。反射神経良くないとできない。が若干俺の方が長いからアウトボックスしてもいいんだよね、できるんだったら。絶対俺の方がパンツ長いから、ほら腕長いんだよ。今までピーカブーだったから腕の長さあんまり分かんなかったけど、これで行ってもいいんだよね、相手が背低いから。マリルボーンさん、意表をつく動きで攻めよ。でももう2年間これ染み込んじゃったからね、ファイトスタイル自体は気に入ってるんだよ。今日ちょっと暖かいかな、太陽がすごい出てて、今日は全然寒くないよ。さあ社会伊予さん、ダンサー和道でてて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 てのときの金梅が一回転するパンチ、面白かったわら。これまあオーソドックスで極めるのが一番強いよ。おお、和田さん、おはよう。今年もよろしくね、和田さん。いい年にしよう。携帯だと映像カクつくね。ボンさん、鼻へし夜行ってたから気をつけて。当たらねえよって言っといて。パンチ当たんないからって。ペコポコランド花火ありがとう。ペコポコランドさん、どう。今日一発目。クモモンさん、88,888。モンさん、花火ドンチキ。
ノコランドさんおはようから。頑張ってという言葉は出しませんけどだけはしないでください。ポンさんボディも狙ってくるから気をつけて。ありがとう。ボディ狙ってくるだろうね。ボディ狙ってくると思う。ボディはねもう避けるか耐えるかしか二択だから。もう避けるかステップワークでキュッて避けるかで避けるか、キュッて避けるか、グンってもう、うんって避けるさ、耐えるしかない。確実に狙ってくるだろう、ボディは。ってことは俺も狙うってことだからね。基本的にはボディは下がるだね。ブロッキングもあるんだけど、こういうガードが下がるんだよ。あんまりやっちゃいけない。だからステップワークでかわすんだよね。バックステップとかこの動きだね。この動き、だから動いてるの。こうやって動けるように。マチュさん兄ちゃん、そんな体で喧嘩できんのか。体を鍛えようぜ。喧嘩しない。ワンツーフックフック、ワンツーフックフック、いい天気だね。最高だよ。超気持ちいいよ。あ、腰痛い。踊るか。玄ちゃんさん、ワドさんに触発されて曲作ってました。お互い夢叶えましょう。うい、曲作った。ポンさん、フットワークはワドさんの肩が軽いと思うから動きとリズムで避けられそうではあるね。俺はねリズム感ないから、インファイターの俺も。みやびくんもリズム下手なの。みやびくんこんなんじゃん。こんなんじゃん、みやびくん。
ム感ないから。ボンさんわらわらわら。ゴリラかよって。太陽がめっちゃかっこいいんだけど、この道やばいかっこよくない？太陽がすぐ出ててかっこいい。まぶしい。太陽が似合わないでしょ。ヤノラキーさん筋トレをプレゼントしました。マッソー、アツアス、初マッスル、ありがとう。ヤノラキーさん、おはようございます。おはよう、ヤノラキー。今日のトレーニング終わり。デコボコランドさんでは行ってきます。うん、今日もワドさんと皆さんが健やかでありますように。いってら。いい人だ。爽やか三組、爽やか三組、爽やか三組ってまだ小学校で流してんのかな。ヤノラキーさん、今日はいい天気ですね。超いい天気だね。爽やか三組、爽やか三組知ってる？みんな。ヤノラキーさん WW。あれ、俺の子供の頃学校で流してたけど、まだ流してんのかな、爽やか3組。知ってる？爽やか3組、世代関係ねえんだ。知ってるんだ。爽やか3組いいよね。ヤノラキーさん知ってます。知ってるんだ。マブータツヒコアットステゴロ33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 
内容一つも覚えてないけどね内容が全く覚えてないすごいよね、爽やか3組っていうワードだけは覚えてるけど誰も内容を把握してないんだよ。え、辰彦離婚したの？別れたの？疲れた。なんか噂によると別れたらしいじゃん。バツイチ。元ちゃんさん、普段は自分曲を気に入ることはあんまりないんですが、今回少し納得がいく曲になりました。バグー達彦アットステゴロ33Y。あ、別れたんだ本当に。うん、あ、ごめんなさい、 LINE ダメです。あの今あのあれなんですよ。元ちゃんさん、少し LINE かけても良いでしょうか？ダメです、携帯配信なんですよ今。 LINE かけたら放送止まっちゃう、ごめんなさい。辰彦は原田さん、あ、原田さんから習ってんのかな。どうすんの、
対戦相手原田さんってどうすんの。ボンさん、達彦さん、セゴの誰からトレーニング受けてる。そういえば達彦誰から教わるんだ今回。そうだよね、対戦相手だから教われないじゃん、言われてみれば。ごめんね、げんちゃん。げんちゃんさん、わかりました。ごめんね。ガリウで行くんだ。バビュー、タツヒコアット、ステゴロさんさん、僕はガリウです。ガリウだ。え、タツヒコじゃあ一緒に練習しない。ボンさん、原田さんだ。昨日カズーさんが言ってた人だ。タツヒコだったら一緒に練習しね。俺教わる人いないから。あ、ダメか、俺だと達彦の練習にならねえか、実力差ありすぎて。無理かな。ボンさん、延長する。延長やめとくよ。バビュー、達彦アット、ステゴロさんさん、気持ちに元気が出たら。和田地さん、和道くんは誰から教わるの。俺教わる人いないんすよ。カズーンさん敵側に回っちゃったんで、だから自主練しかできてないんすよね。しかもさ、普通に練習じゃダメだから、配信ができてさらにっていうとハードル高いんだよね。ちょっとボンさん、原田さんから教われば。原田さんキックなんだよな。原田さん強いんだけど、なんか最近の原田さんは俺 FX 配信者にしか見えないからなんかペヤング食べる人みたいに見えちゃうから嫌なんだよな。だから最近の原田さんもう格闘家じゃないと思ってるから、ペヤング大盛り食べながら FX する人だと思ってるから。ボンさん、わらわらわら。あとラーメン屋さんだと思ってるから俺ラーメン屋さん。そこ参っちゃうんだよね。どうしようかな。いや、でもいい汗かいたわ。朝から爽やかになっちゃったよ。和田地さん宛てにならないけど、知り合いのボクサーに聞いてみようか。いや、絡みがない人はコミュ障なんで大丈夫っすよ。なんか知らない人がね教わるのもあれなんで、大丈夫大丈夫。ボクサー知り合いにいるんだ。カレー王さん、稽古つけようか。強気だな強気だな出たよ、自称あの丹波さんが集まってくんだよ、コメント欄に。じゃあいいよ、みんなが指導すればいいじゃん、コメント欄で。コメントだけでいかに強くなるか。クモモンさん、今回のテーマ WWWWW ここにいる全員に負ける気がしないけどねここにいる全員1分でのす自信あるよ俺今だったら。稽古つけようかつって。髪切ろうかな、どうしようかな。まあ柔道っぽい。カレー王さん、悪いけど柔道。わかる、なんか柔道やってそう、わかる、すげえわかる。体型柔道体型だもん。あ、このサムネってなんかの本読んでるんだこのサムネ何なの
不審だから。あ、そうだ、皆さんツイッター何？1億円キャンペーンやってるからみんなリツイートしないの？なんだよ、俺1億円キャンペーン前澤社長と同じでやってるからツイッターチェックしてよ、みんなツイッター。1億円欲しくねえのかよ。1億円プレゼントキャンペーンやってますんでツイッターチェックしてくださいね皆さん。僕も前澤社長と同じことやることにしたんで、ツイッター今すぐ1億円今だったら高確率で当たるから、よろしくお願いします。キャンペーン中なんで今。サトルホーシーホーシー、おはようさん、おはようございます。おはよう。延長すればよかったかな、どうしようかな。まあいっか、もう終わりにしよう。一旦休憩取ります。ポンさん、捨て頃 T シャツどうするの？作ろうか、新しいやつ作ろうか。新作、年に1回捨て頃 T シャツ作ります。30枚くらいでいいかな。ポンさん、うん、うん、買ってくれる？作ろう T シャツ。ポンさん、花火貯金して名前大きくしてもらう、わらわら。今回スポンサー名やる？どうする？スポンサーボンでかかったよね前回。今回もスポンサーの名前入れる？やる？金、集金 T シャツやる？欲しかったけど声なかったからね。え、ボン買ってないの？嘘でしょ、ボン買ってないの？持ってないの？ワドディマジか。それじゃあ皆さんありがとうございました。今日の放送一旦これで終わりにします。お疲れ様です。おつおつ。